は子どもたちと触れ合うことができて、子どもたちの笑顔がやっぱり村の中に広がっていくということがまさに再生の一つの証になるのではないかという実感を持つことができましたで。子どもたちがもっと増えてですね、例えば中学校でも野球やサッカーができるようになるためにはですね、やっぱり大人の皆さんの ために産業振興であるとか雇用創出を図るそういう環境整備であるとか医療介護のしっかりした対応であるとか普通に暮らすための一つ一つの壁を乗り越えていくということが大事だということを実感をすることができました。